循環器の方からのお話で、冠動脈疾患に対する、PCI 治療ということで話しさせていただきます。ちょっと短い時間なんですけれども、最初に冠動脈疾患の基礎の説明と、それに対する各種治療、そしてその中でも、最終的に PCI の説明と当院で経験したちょっと興味深い症例がありましたので、それのご紹介をしたいと思います。冠動脈疾患というのは別名虚血性心疾患とも呼ばれます。冠動脈血管の狭窄によって、心筋に十分な血液が、届かないことによって生じるさまざまな病気なんですけれども、大きく分けて急性の心筋虚血、慢性の心筋虚血と分けられ、急性のものには、急性心筋梗塞とか不安定狭心症、これらをこういうものがありまして、これら療法を区別がつきづらい状況というのがありますので、代表的として急性冠動脈症候群という新たな概念ができております。でそういう呼び方をしております。それから慢性の場合には、いわゆる老化性の狭心症、それからすでに心筋梗塞を起こされた慢性期の状態ですね、鎮急性心筋梗塞、あるいは、狭心症とか心筋梗塞というのは、胸が苦しくなる、胸が痛むというのが症状としてあるんですけど、痛みを伴わない状況というのがありまして、そういうのを無症候性心筋虚血というふうに呼んでいます。糖尿病の患者さんとか、超高齢者の患者さんなんかが特徴的ということになります。で、冠動脈の役割なんですけど、ご存知の通り心臓というのは中に血液が通っておりまして、心腔がありますが、そこから、心臓の筋肉というのは、心筋というのは血液をもらうことはできません。この図にあるように、まず一旦外に出まして、大動脈の付け根にありますから、こう心臓の表面に分布しているこの冠動脈と呼ばれるこの血管、これから心臓の筋肉が営業されているということになります。でこれはちょっと模式的に描かれた絵なんですけれども、こういった形で心臓の取り巻き、この薄く見えているのが裏側というイメージなんですけれども、こういう形で心臓を取り巻いております。そしてこれがね、もっとシェーマー、模式的なシェーマーになりますけれども、このように右と左に血管が出ています。それぞれに詳しく血管名前がついてますけれども、こちらの方部分を右の冠動脈で、こちら左側に出ているのを左の冠動脈で、左の冠動脈は大きく2つに分かれてますので、その共通部分を主幹部、そして前に降りていく血管が左の前下行枝、後ろに回り込む血管が左回旋枝というふうに呼ばれています。右左2本なんですけれども、左が大きく2つに分かれていることから、私どもは3本あるというふうに呼んでおりますけど、その3本というのはこういう意味合いです。そして、冠動脈の動脈硬化が原因になりますけれども、代表的にリスクファクター5大因子っていうものがあります。でこれ一つは遺伝の影響ですね。これは家族歴で、血のつながりのある方に同様の病気をお持ちの方、あるいは喫煙ですね、タバコを吸われる方、非常にリスクが高くなります。それから病気としては、脂質の異常症、糖尿病、高血圧、この3つが主なものとなります。でそれぞれもっと詳しく今分かっておりまして、例えば脂質異常症に関しましては、いわゆる悪玉コレステロールの LDL コレステロールが高い場合、それから善玉コレステロールといわれる HDL コレステロールが低い場合、それから飽和脂肪酸といわれる EPA ですね、よく魚からよく取られるその EPA と、それ以外の飽和脂肪酸の代表アラキドン酸、こういうのが血液で測定できるんですけど、これの比率ですね、この比率を測って評価しますか、それが低い場合、こういったものがリスクが高い。
そして糖尿病の場合も、まあ、糖尿病、ヘモグロビン A1C の高い低いっていうのもあるんですが、その中でも特に、まあ、現在は同じヘモグロビン A1C でも血糖の変動が大きいものがより悪いって言われてますけども、こちらも同じようにですね、まあ、高血糖、特に食後などに上がる食後高血糖の影響が非常に高いと。まあ、こういうのはインスリンが非常に高くなっているという状況ですので、糖尿病が悪くなる前段階ですね、2型糖尿病の発症前夜的な状態でもすでにリスクファクターということで今は考えられております。それから血圧もまあ高い低いありますけれども、まあ、特にいわゆる今夜間高血圧というのがよく注目されていますけど、その中でも夜中に昼間に比べると血圧がまあ 15%、10% ですね、まあ、10% から 20% 以上下がるのが通常でディッパー型と言われるんですけれども、そこまで下がらない、10% も下がらないっていうノンディッパー型、あるいは逆に夜の血圧の方が高いんだよというライザー型、こういったのが特に悪い、高血圧の中でも悪いと言われております。でこれが疾患のイメージのシェーマなんですけども、まあ、狭心症にはこの、あります、血管自体、血管を取り巻いている平滑筋が収縮して血管を細くするというタイプ、いわゆる痙攣って言ってますけども、スパスムのタイプですね、間連縮性狭心、このパターンと血管の壁に、熟種、まあ、コレステロールが主なんですけど、こう溜まって血管の壁が盛り上がり内腔を狭めてしまうパターンですね。で特にこのパターンが今後の、心筋梗塞、その前の狭心症の一番大きなメカニズムになってくるわけなんですけれども、こちらの方の、内膜が、損傷を受けまして、そこに血が固まると、まあ、出血したのと同様のメカニズムでここに血栓が生じてしまう。そのことによって血管を閉塞してしまう。これが心筋梗塞のメカニズムなんですけど、こういったものとなります。で治療に今度入りますけれども、まあ、一般的な治療、こちらとしてまあ、食事療法ですね、糖尿病を控えた改善させるための糖分を控える、あるいは血圧を下げるために塩分を控える、で先ほどお話ししたような脂質ですね、でこの脂質の中でも特にオメガ3と言われる、不飽和脂肪酸食を多く摂ると、まあ、大体1日 2g 以上は摂りましょうというようなお話になっていますけれども、まあ、実際後で出てきますようなお薬でも、内服薬がありまして、イコサペント酸というのがありまして、そちらの方の、まあ、1日 1.8g ぐらい飲むようになってるんですけども、まあ、それぐらい十分、それももうイワシにしてみたらもう 何百匹分ということらしいんですけど、まあ、それぐらい取れると本来はいいということで、まあ、なるべく魚食を進めるという形になります。それとあと適度な運動療法ですね。それから薬物療法としましては、まあ、内服薬として先ほど出てきたような動脈硬化の、まあ、プラークと呼ばれますけれども、抗プラーク療法ということで、まあ、主に今食事療法で言いましたようなものを改善させるようなお薬ですね。それとあと、心筋梗塞になるときに血栓ができますので、血栓を作りにくくする抗血栓療法ですね、こういったものがありまして、まあ、あと注射の薬としましては、まあ、血栓が実際できてしまって詰まった場合に、まあ、お薬で溶かそうということであれば血栓溶解剤っていうのがありますし、まあ、注射薬でも同じような抗血栓薬、血栓が作りにくくするお薬というのがあって、まあ、入院初期とかにはこういったものを使う場合があります。それからあと、冠動脈に実際に外科的な侵襲的な、力を加えて行う治療としまして、カテーテル治療で行います PCI ですね、それと、外科で行います冠動脈のバイパス術、こういったものがございます。でまあ、ちょっと内容を少し詳しく見ていきますと、先ほど言いました、抗プラークの治療に
しましては、まずスタチンと呼ばれる、これはコレステロールの改善薬なんですけれども、こういったものの、なるべく高用量で、なるべく薬としても強いものというものが選択されます。そして実際の数値で言いますと、悪玉コレステロール、LDL コレステロールというのを100ですね、まあ、実際には正常値というのが120、30以上というのに一般的には設定されていますけれども、それよりもはるかに少ない100以下を目指す。そして、糖尿病を合併していたりとか、他の大動脈瘤とか、他の大動脈硬化、他の大動脈疾患を合わせ持っているような、よりリスクの高い方の場合は70未満という、そういう厳しいものも設定されています。それから、まあ、数値もそうなんですけど、善玉コレステロールが低いという人もいますので、それを合わせた指標として LH 比と呼ばれていますが、こちらの方では2未満がよかろうとか、先ほど言ったかなりリスクの高い例では 1.5 未満がよかろうと。それからイコサペントさんという、さっき言った不飽和脂肪酸の代表なんですけれども、こういったお薬もありまして、先ほど申し上げたアラキドン酸との比率で 0.8 以上がよかろうと。で、参考値としましては、現在はちょっともうあまり違うと思いますけど、戦後間もないぐらいの農村地帯ではだいたい 0.4 だったそうですし、漁村、比較的魚を多く食べるような漁村では 0.6。 それからグリーンランド のエスキモーであります、イヌイット族の人たちっていうのは、アザラシの肉を取りまして、アザラシの肉がかなり魚の EPA を蓄積しているということで、そういうのを食べられていると 1.0 以上になるというようなことで知られています。で、治療としては 0.8 以上を目標にしております。それから血栓の予防としては、内服薬で一番基本となりますのは低用量のアスピリンですね。よく皆さん使われているバイアスプリンとかですね、小児用バファリンとかね、そういったものになります。それから冠動脈にステント留置する場合には、そのしばらくの間は非常に強い高血栓治療が必要になりまして、このアスピリンに加えてチエノピリジン系というタイプのお薬ですね、薬の名前としてはクロピドグレールという薬、あるいはプラスグレールという薬、こういったのを併用して使う形になります。一応日本のガイドラインでは最低1年、やはり出血の危険というのがありますので、最近はよりステントも良くなったので、より短い傾向という形で、半年でもよかろうとか、場合によってはもう 1,2 ヶ月でもいいよというようなものも出ておりますが、一応日本のガイドラインとしては、ステントの種類を問わず、可能であれば最低1年という形にはなっております。それからあとアスピリンを例えば胃の障害が出るとか、いろんな理由でアスピリンが飲めないという方の場合には、こちらのチエノピリジン系の薬を単独で、障害を渡って飲まれるということもあります。それから、薬物治療の続きですけれども、狭心症の発作が起こったときは、これは有名なニトログリセリン、これを舌下する。それから、発症の予防ですね、発作の予防ですね、発作が出ないように普段から飲んでおるお薬としては、さっき関連粛性の狭心症のテーマがありましたけれども、実際には心筋梗塞を克服のメカニズムの一つとも考えられておりまして、それの予防という形では、いわゆる血圧の薬でもありますカルシウム拮抗薬ですね、それから、ニトログリセリンを代表とするアショウ酸薬、それからあとアショウ酸薬の仲間である一硝酸 のタイプでありますニコランジル、こういったものが使われますが、関連縮を予防するのに最も強いのがカルシウム拮抗薬ということで、これらの病気の方は高血圧を合併してますので、カルシウム拮抗剤が使われることが多いです。でアショウ酸薬はいかにも心臓病で良さそうだという形にはなりますけれども、効果がさほど強くはなく、耐性を作りやすいということで、最近では併用される場合もありますけれども、使うとしたらカルシウム拮抗薬という形になります。それから老化性狭心症の場合には、これの発作の予防ということでは、交感神経 β 遮断薬ですね、
こちらのお薬は、心臓 の, あの働きが無あの過度にならないように、運動時でも、あの心臓 の, あの筋肉心筋の酸素消費量をなるべく抑えるという目的で使われておりまして、これを飲むと発作が出る運動量というのが伸びるということが分かっております。それから、血圧を上げづらくするという意味では、各種 の, あの抗圧薬ですね、こういったものを併用する場合があります。それから今度はあのいよいよあの PCI ということになりますけれども、 PCI というのはあのカテーテルを、手の血管ですね、あの頭骨動脈や序盤動脈、それから足 の, 大あの付け根ですね、鼠径部の大腿動脈などからこう入れてきて、ちょうどあの心臓の出口のところですね、こちらの方はあの漫画で見ますとこういう形ですね、大動脈弁がありまして、冠動脈が2本出ていると、ここのところに、カテーテルを少し差し込んで、そこから、造影剤を打ち込んで血管を移す、そして、いろんな道具をそこから冠動脈に挿入するというような形になります。これがあの実際に写した、あの写真なんですけども、ここからここまでが、ここに細いのが見えてますけど、これがカテーテルですね。そしてここから造影剤を出しておりますので、このように血管が内腔が映っております。これが右の冠動脈で、こちらは左の冠動脈ですけど、ここからこう出てる、これがカテーテルですね。そして血管がこう映っております。でこちらが狭窄がある場合ですね、こういうふうに映ります。ちょうどここからずっと来て、本来はこの太さでずっと先に行くわけなんですけども、こちらの方が、内腔が非常に細くなっているのが分かります。で PCI という治療は、世界的には1977年がスイスですね、こちらが初めらしいですけれども、我が国では40年もなりますね、もうね、1981年に初めて実施されたということです。そして、PCI の中も細かくいろいろありまして、一番最初にあの歴史上実は行われてますのが、PTCR と呼ばれるあのカテーテルの先端から血栓溶解剤を流すという治療法になります。まあ、これでもなかなかあの開通率が実際は良くないし、一回開通した場合 もう次の日には詰まってしまっているということもよく見られておりました。それから次あの同じような治療で血栓吸引治療ってあるんですけれども、これは比較的あの、ステント治療とかが行われるようになった頃、結構後の時代に出てきてるんですが、カテーテルでこの吸引圧をかけて吸引するようなカテーテルがありまして、それで血栓を取り除くと。で、まあ、急性心筋梗塞の場合はそういったあの柔らかい血栓がポンと詰まっていることが多いので、ただ風船で最初は風船で広げるだけを行われてたんですけれども、血栓がそこから外れて真っ白の方に飛んでいって、そこで詰まってしまうということが多かったので、現在ではもう血栓吸引療法を最初にやって、あらかた血栓を除去してしまって、まあ、残っている高度狭窄に対してバルーン治療を、ステント治療を行うというような形になりますが、慢性期の治療ですね、老化性狭心症などの治療の場合は血栓が関与していることが少ないので、バルーン治療、ステント治療というのが、だけで選択されます。それから同じような治療に特殊なのが、まあ、2つありまして、1つはこのローターブレーターと呼ばれる形 の, まあ、カテーテルなんですけれども、先端にダイヤモンドの粒のようなのが散りばめてついているようなものが、いわゆる歯医者さん の, あれと同じで、空気の圧力で何十万回という1分間に何十万回という高速で回転させて、かなり硬いカルシウムとかついて硬くなった石灰化した、血管でもそれを穴を開けていくというようなタイプですね。それからかなりこういうのも一時期かなり流行って、また一度廃れて最近ちょっとまたやられてるっていう切除術になりますけど、カテーテル、これまあちょっとこういうのっていうのは道具立てが大きいので、なかなか冠動脈の中に入れるのも大変なんですけど、
そういったもので、比較的柔らかい軸腫を切除して取り除くというようなカテーテルですね。まあ、こういうのもあります。まあ、中心になりますのはバルーン療法とステント療法になります。で、バルーン療法とステント療法のちょっと細かい内訳なんですけども、通常のバルーンで血管を拡張させるっていうのをポバというね、オールドバルーンアンギオ、プラスティという形でポバと呼ばれるんですが、最近ではカッティングバルーンと呼ばれるバルーンの部分に、金属だとかプラスチック部分がついてて、少しカットギュッと広げて血管に押し付けることでカッティング効果が得られるっていうバルーンですね。そういうものとか、風船の部分に抗がん剤の類のお薬が塗ってあって、再狭窄の予防をしてくれるというバルーンなどがあります。でステントの方は現時点で、まあ、主に使われてずっと使われているのが金属ステントになりますけど、一部金属以外の部分ステントというのも試されていますが、まあ、現在、実際に使われているのは金属ステントですね。で薬が塗ってあるこれも抗がん剤とか免疫抑制剤の類で再狭窄を予防する薬剤溶質ステントと、そういうのが塗っていない従来型のベアメタルステントというのがあります。で こちらが風船療法の、模式図なんですけども、まあ、イメージなんですが、こういうふうに狭いところに風船を持っていって、ここに造影剤をぐーっと圧力をかけて風船を膨らまし、そしたら血管が広くなるっていうようなことなんですけれども、まあ、ここのプラークが非常に柔らかかったらこれでよく広がるんですが、なかなかそうはいかず、風船は開くんだけれども風船を外すとまたストンとこれが膨らんできて詰まってくるというのがよくあります。その場合にステントというのをつけます。まあ、これはステントがトンネルの針のような形になって支えてくれるっていう形なんですけれども、まあ、これもうちょっと詳しい絵がこちらですが、こちらこのようにバルーンの中、バルーンを中に仕込んでおいて、バルーンを膨らませることによってこの網目状のステントを血管に密着させて、バルーンを外すとステントだけここに留置してくるというような形になります。これはもう留置すると取り外すことができません。将来外したらこの後に表面にずっと新生内皮が出てきて、実際にはこの金属部分は覆われる形になるんですけれども、これがきれいに覆われない場合に血栓症のリスクが続くということで、最近は材質とかが工夫されてうまいこと治癒するようなものができております。それからこちらが外科的な冠動脈バイパス症なんですけど、イメージ的には血管が詰まるので、他の血管を先につないで栄養するという形になります。まあ、内容的にはこうですね、ここに狭窄があるのでこちらから血液が流れてこれないっていうので、バイパスをつなぐとこちらからこのように流れるようになるというような形になります。そして、よく使われる血管は、こういった内胸動脈ですね。内胸動脈、こちら左で右の内胸動脈もつなぐことがあります。それともう一つは特に足、なかなかこの領域では人工血管がまだなかなかありませんで、足の大腹材静脈を持ってきて、この大動脈のここに穴を開けて、こちらからこちらにつないでバイパスするというような形になります。これが内胸動脈2本かけた場合ですけど、それ以外にあともう一つありますのが、お腹の方から大毛動脈ですね、これをお腹の方も同じようにアーケード状になっているので1本だけ外すのは大丈夫らしく、これを持ってきて、特にこの右の血管のちょっと後ろになっているここの部分につなぐという形になります。で先ほどあった静脈のグラフトっていうのは、まあ、血管がもともとが太かったりとか、やっぱりなかなか状況が良くないというと、やっぱりこの普通に使われてた動脈をつなぐっていう方が長持ちしやすいという形で動脈のグラフトが優先されます。で最後にちょっと症例になりますけれども、50歳の男性で、こちらは家族歴なし、で喫煙歴ありで、コレステロールとかはそんなに高くなくて糖尿病もないという方なんですけど、まあ、あと関節炎とかがあるという方で、それから1年前から両さじの動悸や息切れがあり、で明らかな共通じゃなくて息切れという症状でした。まあ、無症候性にちょっと近いという感じですね。
で徐々に悪化して、まず入院当日の朝から症状が悪化し、これは実は心不全の症状だったんですけど、脈が120、そしてビマン性の左室収縮の低下、通常この率 LVEF でいう出率っていうのは、まあ、正常ではだいたい 60% から 80% ぐらいはあるわけなんですけど、それが 20% しかないというので、通常より3分の1ぐらい収縮の方が弱いという形になります。それから左心室と左心房の間の逆流防止弁である僧帽弁が高度に逆流していた、これも実を言うと虚血性心疾患が原因になります。で、まあ、最初は普通 の, 心臓の筋肉の収縮の方が弱くなる心不全だろうと思って治療を開始しました。そしてある程度落ち着いたところで冠動脈造影を行っています。するとまず右の方、ここに高度狭窄がありました。左の方、こちらの左回線紙はまあまあいいんですけれども、実はここがこの枝が1本はちょっと詰まっていると。そして左の前郭室、実はこれが一番心臓の左心室の面積で言ったら2分の1ぐらいを賄う大きな血管なんですけども、ここの部分にずっと狭窄があって、ちょっと時間をずらしてみるとここの血管が後から出てくると、これが結局詰まっているという形で、大きな枝が左前郭室に関しては高度狭窄と一本枝詰まりという形になります。まあ、こんな感じですね。そして心電図ではまだ心筋梗塞が起こっているような所見はありませんでした。そして心不全治療を導入した後も壁の左室の壁の運動の改善はなしということで、冠動脈造影すると二次疾患と、僧帽弁閉鎖不全が高度でした。この僧帽弁閉鎖不全は心筋虚血に伴う乳頭筋の不全が原因であろうということで、これらの結果からまず外科治療を優先しております。で、こちらは小倉記念病院さんでバイパスをやってもらっています。これがバイパスをかける前の血管ですね。この左の内胸動脈、こんな風に書きますので、これを外してもらって、で肋骨も前と後ろに血管がありますので、前の方だけ外すのは大丈夫だそうで、これを冠動脈につないでもらうというような形になります。そして冠動脈バイパス術と、あと弁の方の機能不全がありますので、弁置換術をしてもらったという形になります。でところが術後も部分的に壁運動が改善しないところが残ってまして、その後また心不全がまた再び悪くなりまして、また当院に入院になっています。でその時に冠動脈造影したんですけれども、まあ、これが僧帽弁の人工弁ですね。でこの辺は胸骨を縦割りにしてから手術するんですけど、その胸骨をつないでいるワイヤーになります。で、まあ、ここが狭窄は残ってるんですけれども、ここも同じように残ってるんですけども、バイパスの方を映してみると、これが実は静脈のグラフトなんですが、ここからちょうど枝分かれして作ってあって、こちらとこちらに流れてて、まあ、それぞれの方にうまくこうかかって、その先はちゃんと流れてきますということでした。これですね、流れていきます。そして今度は左内胸動脈の方ですけど、こうやってこの辺まではきれいに映ってきておりますが、こう流れてきたところで、こちらが左前郭室なんですけども、吻合されてこちらは映ってはきてるんですけど、よく見るとここから先が映ってきてないですね。でここから先、ここの部分で先が再び詰まってしまって、もともと病変はここだったので、ここから出てこないのはいいんですが、ここから先が手術することで詰まってしまっているということでした。そして今回も心筋梗塞の所見はなく、心筋心置というのを行いますと、詰まったところの部分に虚血のサインがあって、詰まっててもまだ心筋梗塞までは起こしていないという状況でした。そして、まあ、狭い範囲には心筋梗塞があるということですね。それで今のバイパスを通して PCR を行う方針としました。これがその心筋心置なんですけれども、ここの部分ですね、これ、まあ、ここの真ん中が心臓の心線部を表していて、こちらの方が心臓の上の方になるんですけれども、まあ、心線部の付近に、心筋梗塞と虚血があるというような状況になります。で、これが PCR の時なんですけれども、
ワイヤーをここまずここまで通してここを確認しています。そしてワイヤーが一番奥まで通りました。そしてこれがあのマイクロカテーテルというチューブなんですけども、これをまずここまで通してここから造影剤を打ってちゃんと血管の中に入っているかを見ます。でこうやって血管が映ってきますのでちゃんと入っているということで、ワイヤーにもう一回し直して、でここを風船で広げています。そして外してみるとこういうふうにきれいに流れるようになった。でこの場合は他に、きれいに広がったのでステントは置いてません。そして半年、PCI 後が半年後の、検査なんですけども、再狭窄は来た人、これがですね、バイパスからこう流れてきて、ここつながって上と下にきれいに流れているという半年後の結果で、非常に良好にいった一例でした。で、発表は以上です。